チボの裏折り紙ラジオ、メインチャンネルの裏トークをしながら折り紙を折ります。今回はマンディプラリス二股クワガタを折ります。体はもう折りました。第何回か分かんないけど、マンディ、あともう一体ぐらい折りたいやついるんですよね。好きですね、そいつも。マンディもね、マンディからね結構折り方変わりましたからね。あ、そんなめっちゃ分かりづらいと思わなかったんで、動画見てても、まあ自分はだからね。でもなんか難しそうなとこあったら解説しながらやっていこうかなと思っております。はい、折り方もねちょっとやっぱ省略気味というか、多少は効率のいい方法をやっていこうかなと思います。そうですね、今回はまあテーマとしては少年、小さい頃の中央とか喋ったらいいかなーなんて思ってます。小さい頃記憶があるエピソードとしては、保育園に通ってたんですよね。住んでるところはアパートで、5階かな、アパート5階建てアパートの5階みたいな、なんか団地っぽい、なんかこう集合、アパート住んでましたね。もうね、部屋の中はほとんど思い出せないですね、さすがに。そんなに広くはなかったのは覚えてますね。兄弟3人と父母と暮らしてましたね。で、いつからそこにいたのかは分かんないけど、保育園に通ってた時はそこなんですよ。記憶があるのがやっぱそこ、保育園の記憶ですかね、今ね覚えてるのは。保育園はアパートの裏というか、保育園の裏にアパートがあったんですよね。だから母親父親とか、まあほぼ母親だったかな、迎えに来るときは表から、まあぐるっと回って保育園から表門からぐるっと回ってアパートに帰るんですけど、たまにねお兄ちゃんがねお迎えに来てくれるんですよ。でその時は、その時だけですね。それも毎回じゃないかもしれないですけど、めんどくせえっつって、当時小学生の兄ですね、と保育園の裏に、なんか柵みたいな、緑のよくある柵みたいなのが確かあって、そこを越えて帰るっていう、保育園児もの弟もまあ乗り越えさせるっていうそんな高いやつじゃなかったような気がするけど、当時何メートル、2メートルとかじゃないですよ、多分1メートルぐらいの柵だと思うんですけど、乗り越えてねショートカットで帰ってましたね。懐かしいな。あ、兄も、あ、兄だけですね。姉ちゃんも父親も母親も多分それはさすがになくて、兄の時だけそれやってましたね。いやあ、と保育園で覚えてるのは、まあ、プールとかね、あとは中が裸足だったんですよね確か、そこって。で中央はね、大人になってもねやっぱね靴下履くのすごい嫌いなんですよ。基本長い靴下とか本当に嫌いですね。特にスーツの長い靴下とか、なんか嫌いになっちゃいましたね。汗
すごい描くんですよ足の。それも結構あるんですけど、冬でも歩いてると足びちゃびちゃになるんで、着いた頃には、まあ夏なんか特にそうですよね、靴下変えないとぐらい。やっぱ水分があると匂うって、これ変えてましたね。なんか持ってって職場とかに、靴じゃないとさすがにねダメなんで、結構そういうことはあったかな。だから今の普通に近所遊び行くとき、遊び行くっていうかまあコンビニとか行くときはもう冬でもサンダルですね。なんかめんどくさいですよね、靴下が履かなくてもいいならいいかなって。近所だったら別にサンダルでいいやって。魚さんっていう B さんと似てる形のサンダルあるんですけど、嵐の大野くんが当時なんかいいっすよって押してたやつで、それは型から取ってるんで一体化してるんですよ鼻緒と。だからね壊れることないんですね。100均の B さんってあの鼻緒って紐のところがぶっ壊れるんですけど、ひと夏履くと。それがね絶対壊れない。鼻緒と靴底が一体化してるやつです。あれはもう一生ですね。黒一個だけあるけど全く壊れない。さすが大野くん、漁業用組合サンダルみたいな漁さんであると思うんですけど、そうめっちゃいいですよ。とここまで来たら開く、開くで、このラインの間ぐらいで倒すんですよね。保育園でいうとここの角から線までで半分ぐらいで倒していく。倒して折っちゃって、まあこの辺で角を作ればいいんじゃないかな。でここは外側から押して畳むという感じですね。収まってればいいよみたいな、結構緩い感じで解説してますね。あとはまあなんか小さいプールとか砂場とか、砂場っていうかもちろん今もね手洗いは大事ですけど、もちろん当時もね手洗いをしてから外から入りましょうみたいなね、それは当たり前なんですけど、そういうね決まりがもちろんありまして、なんか女の子だと思うんですけど、まあそんなに活発じゃなさそうな女の子で、顔も若干覚えてるぐらいの子なんですけど、その子はね手洗うのを並ぶですよ、やっぱりわってなるんで。手並ぶのめんどくさかったら唾つけて砂で洗えばいいんだよって意味わかんないですよね。砂で汚れてんのに唾つけて砂をかければいいみたいな、で乾燥させるみたいな、やばいですよね。さすが保育園児ですよね。俺にもその発想はなかったですけど、しかもね女の子でそれ言ってたんで、まあ、結構それは覚えてますね。いやーおもろいですね今思うとね。で全く忘れないんですよねそれだけは。それがすごいなって、保育園ですよって 20,30 年前なんですけど、いやその手があったかみたいな、革命だみたいな、なりませんけど、僕はやらないけどねって、そうなんだなくらいで多分さすがに終わったかな。マジで言ってる感じだから、やっぱり笑うあれでもないし
いやー面白かったな。その大人になってね思い出すとやっぱりびっくりですね。多分その考えたことないある人いないんじゃないですかね。天才ですよね。並ぶ必要ないですからね。足を振っていく。それぐらいかな。裸足で歩き回ってたのと、まあ活発気味な活発めな子だったのかな。動き回ってる。あ、でも保育園はあれだけど、小学生ぐらいから結構シャイになっ、あ、やぶれた。あるあるだな。結構シャイボーイになりましたね。あー、シャイエピソード1個、なんだっけな、多分グダッドークとかで多分話したんだよね。アンドチューブで話したけど、ちょっと改めて話すと、ここではね話してないんで、シャイすぎて小学校の時にやっぱり兄がこう一緒の学校に行ってるわけですよね。で、兄は風邪でその日ある日休んだと。そうすると、まあ電話とかかければいいんですけど、やっぱ親もねその仕事があるったりなんだり、ようわからんけど、その手紙をね、昔はこう、今電話なのかな、手紙をその担任の先生に持ってくっていう、お使いが課せられたんですね。シャイ、スーパーシャイの当時小学生の中坊、手紙を渡してって、まあ嫌だって言ったけど、いやもう無理くりみたいな、内心もうめちゃくちゃ嫌なんですけど、なんでかっていうと、あ、朝学活みたいな学校始まるじゃないですか。先生が朝来て挨拶して、その30人ぐらいですか、当時教室に35ぐらいか、そこに一人で行ってコンコンってやって、内紙作ろう、失礼しますって、お手紙は兄から、兄の休みの手紙ですみたいな言うわけですよ。30人ぐらいの生徒と、そして先生にの注目を一気に浴びるということがもう無理だったんですね、当時。今はねできますよ。当時はね無理でしたね。それがどうしてもね無理と、まあ上級生というか年上の学年の、廊下に行ってこう扉をノックしよう、ノックしたらもう入らなきゃいけないし、その注目を浴びるのが嫌すぎて、どうしようどうしようってやって、もう無理ってなって、扉に手紙を差し込んで逃げました。コンコンってやったかどうかは覚えてないです。で、自分の教室に戻るんですよ、いつもの。もうやり、やってきたぜみたいな感じで戻るんですけど、まあドキドキっすよね、内心。手紙ちゃんと直で渡してないから、案の定こう自分のクラスにその兄の担任かなが来て、あれお兄ちゃん今日どうしたのみたいななって、あれ手紙届けに行ったんじゃないのみたいな、その自分のクラスの人からも、まあ、先生かな
言われて、いやーまあ言ったんすけどねみたいな。でおかしいんですよね、言ったけど届いてないみたいな。届けてないやんみたいな、もうなってるんですけど、まあ、しょうがなくて恥ずかしいから忘れてた。いやー、で結局手紙は他のね、その兄のクラスの子が見つけてくれて扉に挟んであるの、まあ、落っこちてたんでしょうね多分。先生は扉開けても気づかんかったんでしょうから、それを見つけてくれて、あ、手紙ありましたよみたいな言ってくれて、はいみたいな、あ、オッケーオッケーみたいな感じだったんですけど、多分まあその兄のね担任にこうあれどうしたんみたいな言われた時も多分もう焦りすぎてもう何も答えられなかった、みたいな、ちょうど思ってたと思うんですよね。小学生なんで全然あるとは思うんですけど、っていう、まあそんぐらい親に頼まれ、まあ学校的にも必要な、まあ、書類ですよね、手紙というか、お休みするのでって封筒をね届けられないぐらいシャイでしたね。コンコンすいません、あの職員室入るとかも絶対無理に近いっていうか一番苦手だし、全校集会で今学期の反省とか来学期の目標とか、まあ、1人ぐらいね、学年に1人ぐらいずつやるんですけど、もう無理ですかねそんなの、絶対拒否ってました。やったことない人ってなるんですよ、その手挙げてみたいな、でめっちゃ弱めに挙げてましたね、もう気づかれないように存在を隠して、でも嘘はつきたくないから嘘はつかないんですよ、その代わりめっちゃ消極的に挙げて、わめっちゃ顎長、刺さらないかったですね先生にね、じゃあやってみようかってならなかったっすよね、すごいな、かわし続けた6年間、6年間嫌だったんですよ、一回もいけそうになる時期はなかったっすね、もうずっとぐらい無理でしたね。解説中解説してないけど、まあそんな難しくないと思っちゃってるでいいか。いやめっちゃめっちゃ恥ずかしがり屋で、中学もまあ同じですよね、多分中高、多分高校はまあちょっでも変わんないな、もうなんだろうな、性格とか立ち位置的にはなんかシャイだし地味だし、オタクとまではいかなかったけど、オタク友達とも結構仲良く、音楽の話したり、アニメとかはそこまでじゃなかったな、ゲームかな、なんかね中学もガンダムのゲームの話をして、放課後あるね、まあこれもねあるある厨房あるあるなんですけど、友達がちょっと背高いっていう、で自分はね厨房はね当時ねちょっと背小さかったんで、なんかねデコボココンビみたいな背高い人と一緒に男子ですね行って、なんかガンダムのねガンダムシードね、なんかゼータかな、ガンダムシードとかその話をして、中学の帰り3年生かな、部活なかったと思うんですよ、永遠とそいつとなんか他のことも喋りながらぐる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 喋りながら歩いてて、多分ね相性が良かったんですよね、友達としてその
会話のトークのあんまりオチのないような こうだよねみたいな、これもこうだよねみたいな、多分オタクの会話っすねを永遠と放課後してて、なんか当時 その仲良すぎて男友達だったのになんか付き合ってるみたいな言われるぐらいなんか永遠と喋ってたの。なんか周辺の公園とかぐるぐるしたりとか、公園とかでなんか多分喋った時期ありましたね。めっちゃ仲良かったんだと思います当時。そんな日々もあったな。ちょっとこれ足切った方がいいか、足切ろうか。かっこいい、めっちゃ足あ、この方がいいんだけど、めっちゃかっこいいんですけど、ちょっとあれか、もうちょい広げた方がいいか。かっこいいな、銀。顎めっちゃ長い。こんなんだっけ。はい、そんな、まあおしゃべりはずっと好きだったのかな。親とかもね、車、あの冬になるとね雪が降るから、部活の後とかこう時間、仕事の終わりと会えば送ってもらったりとかよくしてましたね、部活帰りに。まあ、雪なんでもう自転車乗れないんで、まあタイミング合えばちょっと送ってっていうか迎え来てとかは、やっぱ雪国の人間は贅沢とかなんかわがままとかじゃなくて全然あったんじゃないかな。まあ親の仕事によるんでしょうけど、もう大雪になって電車止まったりしますからね。はい、朝間に合いませんみたいな、雪で止まりました。雪国の電車なのに除雪車両とかあるのに止まるんですよ。で相当 やばい雪の時は本当朝とか全然遅刻して OK みたいな、はいはいみたいな、てかみんなほぼ来れないですからね、家遠い子は。チャリ通くらいの距離の子はもう来れないから、もう高校とかかな、高校だなあれ、もうしょうがないですよね。雪国の鉄板っちゃ鉄板ですけど、あるあるですね。設備揃ってんのに止まるんだもん、恐ろしいよ。これどうやってやってんだろう、細いけど。あ、でもこんなもんかな、ちょっと立てた方がかっこいいんだけど、どうしてんだろう。終わっちゃったし、これじゃねえわ、これ採用してないわ。これ採用しないとしないですげえいいんだな、バリエーションがあるな。こんぐらいかな、こんぐらいかな。持ってくるくるだ、この幅でくるくるだ。今日なんか飛行機めっちゃ撮ってて超うるさいんですよね。3、4台通ってるんですよね。そんな土地なのかな、別に空港近いイメージないんだけど、この辺なんでだろう、めちゃめちゃうるさいです。なので何喋ってたかもう忘れました。コーシーのちょっとね、こうどうやってんこれ、まあ無理やりか、無理やりだ、無理やりだ、無理やりだね、無理やりでいいね。ちょっとこう立てる感じですかね、斜めに。もうちょっと頭斜めにこうなってほしいんだけどな。あ、でもこんなもんかな、難しい、案外むずいとこあったわ。
顎のところはね、なんかなんとなくできちゃうんですけど、胸のとこの方がむずいかも。なんだっけ、マジでちょっとマジで覚えてないっすね。こんなもんか。あれちょっとどうやってん、ちょっと重ねるのか。はい、ちょっとこれ降りながら思い出そう。なんだっけ、マジで覚えてない。学生シャイ厨房について喋ったの覚えてんだけどな。でいろいろ話があっちゃこちゃしてマジで覚えてない。でもね、その代わりこっち折り紙はできたんで、よしとしとよ、よしとしましょう。こんな胸短いかな、もうちょいちょっと増やそう。いや、こうか、もう少しだけ増やそう。思ったより短くなったな。そこまで短くしなくてもいいのかな。何の話してた。マジで覚えてない。長くなったんかな。重ねる、段折りする、ここで角度がつく、ついた状態で折る、まあこんなもんか。まあこんなもんだね。うん、いいんじゃないかな。まあ多分あれだね、その学生厨房の話はマジで、あ、そうだそうだ、ゲームの話をしててめちゃくちゃ喋ったね。で迎えに来てもらってて、よくあることですよ。で小学校ぐらいだったら、あのヒーター、まあまあでもずっとか、靴下とか雪で冬濡れるんで、そしたらストーブのとこに、まあなんかとか手袋とかね、ちょっと乾かしちゃいますよね、干して。これは今でもあるのかな、多分どこの地域でもあるあるなのかな。さすがにヒーターでね、濡れたやつ乾かすっていうね。あとちょっと雪の話すると、帰り道、小学生ぐらいの時だと思うんですけど、中学生もやってたかな、道の脇に水が、下水が流れてるんですけど、関東だとあんま見ないかな、あの下水道のところにやって、雪が降るとそこ中が溶けて、上にこうトンネルみたいに雪だけが残るんですよ。でこう溶けてくると空洞ができて、でも下は下水で水が通ってるっていう状況、トンネルみたいになるんですよ、まあ、鎌倉というかね。でそれを上から帰り道、帰りながら、結構一人で帰ること多かったな、何かと。それを足でね、長靴とかで上からボンボンやって、排水の水に雪を落として、まあ、溶かすっていう遊びをよくやってましたね。まあいくらでもなんかありそうだけど、完成しちゃったので、今度はもうちょっとまた違う話を、まあ、学生の話の続きでできたら
いいかなと思います。はい、マンディかこれ、ちょっと自信ないんだけど、あんまり見てないからな。こうこんな感じか、まあまあかな。はい、頭完成。ちょっといろいろ間入りすぎてちょっとわけわかんなくなったわ。細っ、手汗が、手汗もすごいんだよな。手汗と足汗がやばい。いや、バランスが結果おかしい感じになっちゃったけど、めっちゃチャイム鳴っとるけど、まあもろもろは後で直すとして、こんな感じでマンディブラス完成です。ここまでご視聴ありがとうございました。またよかったら聞いてください、見てください。バイバイ。